梅雨に備えて福岡市の博多駅で浸水被害を想定した大規模な訓練が行われました。参加したのは JR 九州や福岡市地下鉄の駅員、周辺の商業施設の職員などおよそ150人です。訓練は博多駅から1キロほど離れた三笠川が氾濫危険水位を超えたことを想定して、4カ国語が書かれたカードなどを使っての避難誘導や、地下街に続く通路への止水板の設置などの対応を確認しました。博多駅では過去に2度大規模な浸水被害が発生。1999年には地下街に水が流れ込み、飲食店の従業員が死亡しています。今年の梅雨入りは6月中旬の予想で、訓練を実施した対策委員会は、安全安心に利用いただけるよう防災体制の強化を図っていくとしています。